スコットランドの植物学者、分類学者である、イギリスにおける植物分類学のパイオニアである、アバディーンに生まれた。早くから才能を示し、18歳でアバディーン大学で学位を得た。新京都革命におけるイングランド内戦で王統派の騎士団に参加し、1639年の D 教の戦いで負傷し、王統派の敗北が明らかになるとフランスに亡命した。 1648年にフランスのアンジェ大学で医学の博士号を得ると、その後は植物学に専念した。パリで王室庭園の園芸家、ベスパシアン、ロバンの指導を受け、オルレアン・コーガストンに紹介され、ロバンの推薦でブロワの王立庭園の園長になり、その職を10年間続けた。イギリスの王政復古により1660年にイギリスに帰国し、 国王チャールズ2世の G となり、すべての王立庭園を監督する職に任じられた。1669年に、初代ダンビー博の基金で設けられた、オックスフォード大学の最初の植物学の教授職に、月1683年までその職にあった。オックスフォード大学の教授時代に、植物の果実の構造で分類した、著書プリアルーディアボタニカは、これまで生息地や、 植物の薬効による分類をしてきたギャスパール、ボアンダを批判し、同時期の植物学者の怒りを買った。1672年の著書、プランターラム・アンブリフェレーラム・ディストリビューティオ・ノバの序文で自らの分類方法を明示し、単一のグループとしてのセリカに関する総括的な論文を執筆した。イギリスにおける植物分類学は、この後、 ジョン・レーラによって発展していくことになる。1683年に道路でニ入マ者との事故で負傷して母死した。執筆中のモリソンの主張、イストリア・プランターラム・ユニバーサリス・オキソニンシスは未完に終わったが、第2巻以降はジェイコブ・ボバートが出版した。モリソンは植物の学名で命名者を示す場合に、ロバート・モリソンを示すのに使われる。ありがとうございます。